おはようございます。本日も FX のドル円相場解説をやっていきますね。1月22日朝6時40分です。昨日は黒田総裁の発表があってドカーンと下げたところがありましたけども、ご覧のようにですね、デイリーを見てみると、これは日足なんですけども、日足を見てみると大きな動きっていうのはこういうふうに変わっていませんね。右肩上がりに推移してますよね。こうです。トレンドの方向っていうのがだからこういうふうに決まるわけですよね。右肩上がりと。でちょっと古いことを言えば、ここが転換点になって、それまではずっと下がりっぱなしできたわけですよ。まあ、ですんでここからぐっとね、右肩上がりになっているところは、どこで買いに入っても基本的には勝てるということなんですよね。ただ私の場合はデイリーでやってるわけではありませんので、4時間なりそれから1時間っていうものの中で、1日の中でね、こう勝ち金を取っていかなくてはいけないのかなと思います。もちろん日足で勝負してる方は買いに入れとけば、まあ、大体勝てますんですね。この上の線があるじゃないですか。ここを注意しながら、この辺りではね、今私が引いたこの辺りでは買いで入られないようにすれば、むしろ売りで入るようにすれば、買いも売りも両方取っていけるよって話ですよね。ただやっぱりデイリーっていうのは資金がそこそこある方じゃないとなかなか難しいかなと思いますよね。でついでに言いますと、アリゲーターライン3本も上に向かってますよね。では4時間の方を見てみましょう。私たちの主戦場っていうのは4時間から1時間になってきます。特に1時間ですよね。まあ1時間を知るためにはまず4時間を見ていかなくてはなりません。ここがですね、イラクとトランプさんのところですね。ここそれから N の字で皆さんね、ホクホクしたのがここ。次の N の字はここで出てました。はい。それから横ばいに入ったよっていうふうな放送しましたよね。で、横ばいに入って、しかも、このローソク足のね、ヒゲがあんまりないような状態が1時間で続いてたんで、まあ、この間は入んない方がいいんじゃないのっていうふうな話をしていたら、やっぱりね、ファンダメンタルズの直前で、その情報を知っている方が、資金を入れるのをちょっとね、控えていたんでしょうね。で、ブレイクした瞬間が、こういうふうにあったよってことですよね。で、もう一回ブレイクしましたね、深夜のうちに。じゃあ、それを細かく見ていきます。1時間です。1時間をこういうふうに見てみると、横ばいになったところがここです。ここを昨日の朝お話しましたね。横ばいになっていって、チャートバーのね、このローソク足があんまり出てない状態だから、ここはね、資金自体が入ってないからちょっとね、控えましょう。機関投資家さんとか、それからヘッジファンドもお金入れてないよってところですよね。でその後黒田総裁の発信がおそらくここにあったんですよね。ドーンと一回上に行って、勢いをつけるように一本で1時間の間にこれだけ変わってます。すごいですね。1時間の間にこれだけ変わるっていうのはなかなかないですよ。その後お話したように資金がものすごく流動してましたんで、これ見てください。ヒゲがたくさん出てるでしょ。ヒゲがたくさん出てるところっていうのは稼ぎやすいところなんですよ。ただ1時間のヒゲなんで、1時間で稼ごうと思ったらかなり難しいですから、こういうふうなヒゲが上下にバン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 出てる状態の場合は、それよりも時間軸をね、下げて15分とか1分で取っていく分にはいいと思います。ただ私は1時間以下の時間帯ではやりませんので、現在ね、エントリーはありません。そうこうしているうちに、このヒゲが、ちょっと大きな影響を出しましたね。それっていうのが、黒田総裁の発信がドーンとあって、上下を繰り返しているうちに、買いの勢力が強くなってきて、すごくね、揺り戻したんですよ。と思ったらまたボカーンと落ちてきましたね。これは別の他の要素ではなくて、テクニカルの方向に動いてるっていうことだと思います。テクニカルの影響っていうのは今ね、1時間軸では下の方に大きく触れてるんですよ。で、それが止まるのがどこかなって考えてきたときに、まず最初に思いつくのはここだったんですけども、ここでまだね、止まってるようには見えないですよね。ちょっと突き破っちゃってますよね。109円の821っていう線が引いてますけども、ここの方に黒く引いてますけども、ここで止まったかどうかまだわかりません。こうね、戻っては来ているんですよ。赤いので。赤い線が入って。で、これからどういうふうな動きをしてるかっていうのを見極めていかないといけないときに、これが今のチャートの動きですけどね、15分を見てみると、下がったものが、まあまあ止まったのかなとも思えなくもないんですけども、まだ何とも言えないですよね。そういうことなんでね。もうちょっと、私の場合はこれ、まだフォーメーションが見出せないんで、エントリーするところが見つからないんですよ。まあもちろんね、エントリーするところが見つかってる方もいると思いますよ。私の力そこまでないんで、今日も入るところがないかなと思います。まあ大体ね、
N の字をダブルで取ったりとか、大きな利益を取った後っていうのは、勝負できる環境っていうのがちょっとないんですよね。だからこそ自分がこれはいけるなと思ったところに緻密な戦略を用いてリスクヘッジをかけて、しっかりとね、ロットを積んでいかないと1ヶ月でね、利回りをね 40% とか 50% 取れないですからね。特に私の場合は100万円入れて、で利回りを 50% 月利で取ろうと思ってるんで、100万円を150万円にしようとしてますからね、まだなかなかね達成できてないんですけども、まあでもね、月利ですか、月利で 10% 20% はもうね、お茶の子さいさいです今。まあそれを思うだけでも結構 FX は面白くなってきたなと、面白さの段階が変わってきたなと思います。今回の解説はいかがだったですかね。チャートバーに関しまして、ローソク足に関しまして、ヒゲが長いやつと短いやつの違いがかなり出ていたと思います。まあその理由もお話したんでね、ご理解いただけたかなと思いますね。こことね、ここ見比べてみてくださいってことです。では本日は以上です。またね、解説しますけども、今日はちょっと新たな動きがない限りは追加放送はないと思います。すいません。ではまたよろしかったら明日よろしくお願いします。